さあ、ポケモンハートゴールド続きやっていきましょう。もうゴールは近いんじゃないかなと思ってるんですけど、毒か。丸瀕死。一回帰ろうかな。帰りますか。ゴールは近いんですけど、戦力として微妙なんで、やられた。回復して臨みましょうかね。もうここに来るのはすぐだと思うんで。おかげさまでね。ボスがどれくらい強いかですよね。またボスがめちゃめちゃ強かったらレベル上げしないといけないんで。でもギャラドスがいるから、まあそうそう負けないしようと思ってますからね。チートキャラやから。言うて相当なチートキャラですからね。マインちゃんでいいかな。マインちゃんでいいかな問題はありますけど、くっ。さっきの壁のところはもうリセットされてるんですかね。さすが、素晴らしい。あそこがなんか局長っぽいっすよね。そうね、ここは当然だよね、戦闘は。またここまで来るとはね、仕方ない俺がします。2個か。ドガースね。そしたらマインちゃんで。ああ。当たらないんすよね、マインちゃんの声でなんか。あら、呪縛。ああ、最悪だ。こんなことがあるか。嬉しくないね。相手が何か分かんないのか。相手が何か分かった状態で教えてほしかったけど。まあ最初から、おとなしく、チックちゃん出しときゃよかったんですよね。自分のミスですわ。始末された。始末書も書かないといけない。俺たちは榊様がお戻りになるまでロケットは守り続ける。たとえどんなことをしてもな。なるほどね。忠誠心ってやつだね。局長、君はそうか、助けに来てくれたのか。ありがとう、礼を言うよ。そうだ、ラジオ塔はどうなってる。何、ロケット弾でいっぱい。分かった。このカードキーを渡そう。あそこのね。それさえあれば3階のシャッターは開く。頼む、ラジオを乗っ取られたら何をされるかわからない。おかしら電波を流してポケモンを操ることだってできてしまう。それは良くない。頼むのは君だけだ。ラジオと全国のポケモンを助けてくれるか。なるほどね。まあ言うたら今の世の中も電波ジャックされてるようなもんじゃ、されてるようなもんですけどね。まあちょっとした政治的な話すると、新聞社とテレビ局が同じ管轄ってのはおかしいですよね。なんか日本だけらしいですからね。合理感がそうあっちゅうのか。ああ、ここか。3回したよね。ああ、そうか、ここにつながってんのか。
これデパートの中ってことか。こっちから行ったらすぐ局長に会えたってことなんですね。それは分からんよ。でも結局戻るから、その時に、なんか僕は子供の時にラジオパーソナリティの人って、いやめっちゃ遊んでるだけじゃんと思ってましたもんね。地方が特になんかひどい気がしますけどね。地方のラジオ局って、なんかこう別に争いごともないわけじゃないですか。もうなんか安定してて、なんか野球とかみたいに視聴率が低かったら番組が終わるとか、なんかそういうリスクがないから、なんかゆるーくしてるみたいな。だけど、なんかいろんな面で見たらめちゃめちゃエリートだから、頭はいいくて給料もいいからね。めっちゃいい仕事なんてよう思った気がしますね。まあ、滑舌問題もあるんでね。まあ、ちょっとした愚痴的な話になると、学歴って関係あるとは言いたくはなりますよね。絶対大学卒とかじゃないといけないってなってますから。特にまあ、ラジオだったら正直見た目は関係ないと思ってるんで。あれ、どこでしたっけ？そんな言うてる前によ。鍵を手に入れて、そっからこっちに来たんで、ここの鍵をね。だから鍵、やっぱここか。あれ？あれ？こう、こっちの上ですよね。で、こっちはこっちっすよね。あれ？思い出さないと。あ、そうか。地下室にカードキー的なのがあって、で、ラジオ塔に行けばいいんだ。なるほど、そうだ。閉じ込められてるのが地下室で、で、ラジオ塔の3階でカードキー使うってことか。やっと思い出した。頭使う。頭使えますよ。マインちゃんがやられてるんでね。ちょっとポケモンの。ドスちゃんからね、出すと。やっぱ切り札はね、取っとくもんですから。先手必勝でそれもありんちゃありなんですよね。ドア開いたらどうしてだ。お前なんか関係あんのか。後ろからね、突っかえ棒しとかなきゃいけないですね。手動でも開かないようにしとかないといけなくて。デジタルとアナログをね、融合させとかないといけないですよ。まあ、そこら辺のところはね、言われたことしかせんから、今の世代は。いいんですよね、言われたことできるだけでも優秀っちゃ優秀なんですよ。正直。言われたこともできない人もいますからね。余計なことして失敗するとかね。まあ、そうやったら本当に、言われたことだけやっとくがベストな気がしますよね。すごい余計なこと、だけど気が利かねえなって言われて、気が利くおせっかいするとそんなんしなくていいって言われるんで、どっちなみたいな。ってなると、結局何もしないが正解になりますよね。怒られたくないの。この青髪は？あ、ランさんじゃ、お待ちなさい。俺は君は確か、ヤドンの井戸で我々の作戦邪魔して、あそこのね、なるほど。そうまでして私を怒らせたんですね。いいでしょ、お望み通りロケット団、幹部ね。役員報酬ですね、幹部だと。立ち上げメンバーなのか、引き抜きなのかどうかってちょっと気になりますね。
ゴルバーツ、まあ、ここのところはエスパーがいたらだいぶ楽ですね。チックちゃんがいるから楽できますけど、他のところですごい苦労したからだいぶ強くなって望めてるってのはありますけどね。またドガスだろうが、まあ、自爆がきついですけどね。私をこれほどまで追い詰めるとは。わあきついな。なんてやつ。多分耐えるでしょ。確かこれで終わりでしたよね。ふう。そうだね。そう言いたくもなるよ。私に勝ったところで初戦はロケット団の怒りを強めた。いや、幹部をやつけたはでかいでしょ。幹部やで。もっと自覚持って、お、レッドやん。レッドだよね。違うか、ライバル。アテナか。あら、あなた、超人のアジトであったわね。あの時は負けたけど、今度こそ、うふふ。今度こそ本当にお一人様みたいね。だったらちょろいもんだよ。あの時はレッドがいたのかな。アテナかっこいいね。ああ、いいですね。ポケモントレーナーっぽい。アーボックか。アーボックもちっくりよかったんでしたっけ。ちょっとね、合力か迷ったんすよね。30か。ああ、やっぱ合ってたね。合ってたけど、初手のダメージが痛いですよね。毎回30食らいますよね。あ、引っ込めたんだ。闇カラス。闇カラスと戦うのは初めてな気がするな。弱点なんだ。あ、ないんだ。飛行タイプにはどうなんですかね。リッキー行きますか。あー、きついな。強えな。あー、危ね。まあ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 。リワーク行きますか。闇から強えな。合う属性のがわかん、あ、でもこれだったらいいかもしんない。いや、全然減らねえ。これでドスがダメだったらきついっすよね。ドスに任してるようなもんですか、うちは。どれくらい？ああ、強いな。めっちゃ強いのね、ナイトヘッドが。耐えるよね。今のが急所だったら最悪だったね。アーボックか。回復入れて、アーボックか。ちょっと間違えたな。正解はリッキーでしたよね。どれくらい？ああ、ただ防御が下がってるんで、
うわこれで、よし。ちょっと強引すぎましたけどね。ラフレシアか、ラフレシア思い出せな。基本ドスっときゃいいから。あー、なるほど。ちょっと何すんのよ。どれくらい入るかっすよね。あー、そんなもんか。じゃあいけそう。殴り合えたら強いから。急所にさえ当たらなきゃ。しかも、何でそんな強いのでしょ？ギャラドスがね。自分が強いというかギャラドスが強いんですよ。ただそれだけの話。レベルも上がるし。あ、買ったの？あれ引き立てして、クキキキキ。全力で戦ったね。そう。ギャラドスがいるかいないか問題だから。ギャラドスがいたら勝てる。いなかったら負ける。もったいないわね。性格の強さを悪いことに使わないなんて。まあ、あなたのような人には私たちの素晴らしさ永遠に理解できない。まあ、確かに。展望台ね。なんかボスっぽいっすよね。回復させた方がいいかな。絶対っすよね。本当は帰って回復させていきたいですけどね。もったいないから700円しますよね。確かに。これは2000円使って、これで負けたらお金半額ですよね。めんどくさがるもんじゃない。おや、ついにここまで来ましたか。なかなか優勝に取れないようですね。我々はラジオ局を乗ったり全国に向けて復活宣言をせるスタイルですね。そうすればどこかで修行中の榊様、なるほど、ピンチを伝えると、あの昔の栄光を取り戻す、その邪魔させない。なるほどね。まあ頭いいっちゃ頭いいよね。頭良くないとできないからね、悪事なんて。デルビルか。なるほどね。ちょっときついかもね。ああ。どれくらい入るか。ああ、そうなんだ。いや、リッキーだ。3匹でしたよね。おお！相手が先手ですからね。もう一回使わないとダメかな。自利品っすよね。でもやられたらお金持っていかれるから。あ、そうそうそう。そういう。効果がいまいちな攻撃をしてくれれば。炎の牙はいつ、あー、やけど。そう、軟膏塗らないと。おー、ヘルガーか。ヘルガーがわかんないな。まあ、困ったらどうするですね。お困りどすで。
あーなるほど、進化系か。うわーきつ、うーわー、うー、これは泥仕合だな。38だもんね。メンツがベストでも勝てんのかな。うーん、ダメだな。全滅ですね。合力でもっといかないといけないですね。くっ、3800円か。しかも傷薬も使っちゃったから5000円以上損失してたな。もう一回行くか。よく誤解されるけど、俺たち皮膚キアロは炎でポケモンを脅かして鍛えてると思うんだよね。そのために鍛えてるよな。火を吹くのはただの趣味。なるほどね。趣味が仕事になるというか。いいじゃないですか。メリハリができてるよね。趣味が仕事に生きてるってことですよね。エレベーターで一気に最上階ってわけにはいかないんですよね。当然、まあ、めんどくさがらずに回復しに戻ればよかったんですよね。ただ一ターン目が俺でいいでしょ。合力聞いて。あ、そうか、カードキーで入るのか。カードキーは1個下か。そうか、3回言うてましたね。こう考えるとまあボスラッシュですね。うん、リッキーでどこまでいけるかですね。問題はこの次っすよね。で、あと、やけどは、ほら。おー。急所合戦やんか。まあ、ここも問題なんですよね。噛みつくとかだといいんですよ。問題は炎の牙ですよね。ここさえクリアできれば、うわー、ほらね、これですわ。これね、転がり続けたら
ちょっと、あー、きついな。あー、だったらもうドスるしかないよね。ドスは、炎の牙に強いんじゃないかな。あー、効くな。さすが。おー、やっつけた。もう一旦かかるかと思ったけど。ドガースか。だったらここはチックちゃんにすればいけますね。ドス様様ですよ。これを復活宣言が坂木さんに届くまでお前に邪魔してもらっても困るんですよ。なんかもう持たしとかないといけないよね。ふぅ。いやー、ドスがいなかったら無理だったなぁ。グー、坂木さんお許しください。お、しかも3000円じゃん。さっきやられた分が取り返す。なんということだ。すべての夢が今終わった。やはり私では無理でしたか。わかりました。榊様がそうしたように、私たちロケット団は、これか、榊様が1の時のボスってことかな。さらばです。これがフェイントなのか本当なのかがわかんねえな。これで本当にロケット団は解散したってことなんかい？おう、もうやっつけてくれたのか。遅いよね。遅いやつね。レオイオ、本当ありがとう。君の勇気ある行動が全国のポケモンを救った。よし、君だったらこれを持つのにふさわしいだろう。受け取ってくれ。そう、虹色の羽を探してたからね。昔ここにあった古い塔を建て替えてラジオ塔にした時、塔のてっぺんで見つかったのがその虹。これって鳳凰とかなんか幻のポケモンですね。虹色の羽があれば、エンジの鈴の塔に登れる。そんな話は私、丹波の知り合いから聞いたことがある。さて、そろそろ私は局長室に戻る。エンジュね、エンジュ。お、言い残し。そうそう。危なく忘れるところだった。丹波の知り合いが言うには、その虹色の羽で、鈴の塔を登っていっても、それだけでは伝説のポケモンは来ない。何か一つ、もう一つ必要なものがあるって言ってたような。言ってなかったような。何だったっけかな。覚え出してよ、それは。いやいや、何でもない、こういうの。フェイントって言うんだよね。じゃあ、今度こそ局長室に戻るから。あ、なるほどね。そういうことか。そのフェイントってやつは、なんか思い出したようなふりしてっていらないですね。それを持ってりゃいいですけどね。ちょっと体勢を入れ替えて。もうすでに持ってたらいいんですけどね。たまにありますからね。で、それがどこにあるかってのを調べないといけないってなるとめんどくさいよね。情報収集するか。あ、よかった。それはお礼言わないと。炎タイプね。お礼もらわない。頑張れ頑張れ。給料たくさんもらってんでしょ。一般の人にはもらってるでしょ。一般は基本200万だからね。光の粉ね。それでポケモンに持たせておくと相手の攻撃を受ける。なるほどね。音楽聞いてる？音楽聞いてるよりも欲しいものがあるんだよ。結局局長室に来てしまった。ああ、確かにね。素晴らしい。しかもお金儲けもできるしね。仕事をやりたいって人はひっきりなしだしね。いい仕事ですよね。それは叩かれるよ、ネットで。ネットにしろ。好待遇で人気者ですから。
もね、ニュースドラマとかありますからね。ラジオドラマか。なんかブルーカードポイントって、そんなあったっけ？よろしくねーか。野生のポケモンたちは子守歌を聞いてみようか。なるほどね。それは知らなかった。教えてもらったかな？確かめてよ。なんじゃそれ。なんじゃそりゃ。なんじゃそりゃとしか言いようがねえ。回復させて、エンジュシティでしたよね。エンジュシティの鈴の音。これ、ギャラドスなし縛りっていうプレイがあったら、相当時間かかりますね。キャラドスナス縛りは地獄ですよ。ここか。ここね、マイコハーも関係ありますね。ゴロちゃん。ああ、30番道路ね。まあ、いつ買うんでしょう。じゃあね、ちょっと切り替えに出てからこれ終わりましょうか。また新しい、これね、虹の羽はずっと探してましたからね。で、あと舞妓ハーンもね、ちょっとどうなるか楽しみですよね。